の沖縄キャンプに行ってきます。東京は今日はとっても寒くて雪模様の今雨なんですけど、あったかいところに行ってきたいと思います。ベビと一緒に沖縄に行ってきます。しゃぶしゃぶ屋さん。え、なんでいるの？いやいや、それはお仕事で。すごい、おいしそう、お野菜。そして卵で食べるみたい。美味しそう。楽しみです。これ着て。お、気をつけて、その角。ゆっくりゆっくり。来てきて。おはようございます。今9時半です。ちょっと遅くなりましたが今化粧しております。最近は化粧してるとデビが参加してきます。急いで支度します。着きました。鏡くん、おはよう。おはようございます。なぜか高見くんもいる。あ、今日は暑くもなく寒くもない最高の天気です。ケケの旗見つけたいの。見つけてから行きます。いや、終わっちゃうんじゃないのんびりしちゃうから。じゃあ確かに先に見に行きましょう。先に見ます。暑い。パパじゃない。1、2、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 1、2
が終わってました。ちょうど5分前に終わったらしいんですけど、今からランニングするみたいなのでちょっとだけ見に行こうかなと思います。走ってる大西くん。大西くんとなっぴさん、え、靴は？靴がない。そこに靴どこで脱いだのよ。ここいた？パパ来ないね。パパはパパじゃないよ。すごい広い。ちょっと怖いらしい、この色。はい、この色が怖いの。いける。
前見て、前見てるか。いたな、ほらほら、ケケさん走ってますよ。その姿を見に来たのに。帽子をいただきました。たがみくんにこれを私からのプレゼント。どこに、どこに、え、リュックにつけて。リュックにつけんすか。もうなんか、いや嬉しいですけど、かわいい。今日からたがみくんもヤクルトスワローズファン。そうですね、あまりちょっと詳しくないですけど、ちょっと頑張って勉強しようかな。めっちゃかわいいでしょ。かわいい。つばみちゃん、わたあめ大好き。わたあめ好きなの。わたあめ好き。好きなの。あとで食べよう。テンション上がってる。村上さんのがいるよ。村上様。ここら辺にいるかな。あ、いた。え？見っけ。つけました。神社。後でお祈りしよう。どうした？撮って。ケケ発見。カツさんと村上くんと中村さんと枕。坂が多くてですね。今からちょっと沖縄そばを食べに行こうと思ってるんですけれども、見てください、この坂が。ビリーがめっついです。ほら向こう見て、こんだけあるんだよ。普段運動不足なんで、きつい。私もトレーニングでございます。めっちゃ衝撃なんですけど、ここがヤクルトのキャンプ場で、ここまっすぐ行ったら蕎麦屋だったのに、たがみくんの Google はこっからこっちの坂をめっちゃ登って、向こうからめっちゃ下って行ったっていう。ちょっと勘弁してよね。えベビーカーでめっちゃ大変だったよ。蕎麦に行く前にいい運動でしたよ。疲れた。それを思ったら疲れた今。パパのグッズ買いました。これ誰？パパ。パパ、じゃーん。これはパパ。パパ、パパ、パパをあげます。パパのタオルも買ったよ。今日パパのタオルにはもう興味ない。結構どうぞ。あ、どうもありがとうございます。早速はい、これもくれる、はい、あ、ありがとう、はい、ありがとう。もう疲れたよ。はい、回収、回収、回収されました。回収、はい、はい、くれるって。ありがとう、ありがとう、ありがとう。ありがとう。めっちゃいただきました。疲れました。キャンプは見に行く方もトレーニングですね。坂上がり、山上がり、回収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 しますね。ケケにも、大西くんにもおすすめされたメガコンテ沖縄そば屋さん入れました。すごいサインがたくさんあります。お腹すいたね。お腹すいた人、はい、お腹すいた人、ママ、お腹すいた人、
きは知ってない。お腹すきました。伊佐野さん、おおもわかる。高橋さん、はい。伊佐野さん、わかった。お、怒ってる。高橋さん、はい。すごい。二上さん、あ、二上さん、はい。違います。二上さん、はい。二上さんらしいです。いいの。高橋さん、はい。あ、ほんと。伊佐野さん、はい。全部そうじゃん。イエーイ。あ、猫ハグハグして今かわいいわ。おじさんが死んでます。高見さん食べました。もう高見さん、はい、はい、はい、なんでそんな疲れました。食べました。もうなんかもういつもよりなんか疲れました。もうなんでそんな疲れました。何で疲れちゃって。坂かな。それはすいません。山を登り下りっていう。本当すいません。いや疲れましたね。なんで今日疲れたんだろう。昨日のフライトの疲れも残ってる。もうそれもありますね、やっぱり。すいません。めっちゃいいおそばが来ました。村上くんが打ってくれるみたい。うわー、見えなくなったどこかわかんない。パパ発見。やずー、かわいい。かわいいでしょ。知ってる。遊んでもらった。マイク入ってもお寿司。おはよう。はい。今日も一緒にお化粧してます。今日何？今日は今日は今日はなんと妹さんが沖縄まで来てくれました。ルビチとナルト3人で楽しみたい。どうぞ。地元人間から有名ですよ。あ、そうなんだ。空港で有名かねと思ったら知る人だし。そうそうそう、かわいい天使人間は。準備満タン座ってます。私沖縄そばエビチも頼みました。ジューシーっていう炊き込みご飯、おいしそう。沖縄で人気のエーザンフランスパーフード。初めて今回初の海ダイナソーパークっていうところに来てみました。すごい晴れてる。でもベビーが寝ちゃいました。すごいダイナソーパーク。なるがとは起きたんですけど、ちょっと外が暑すぎるのでダイナソーパークはやめて、じゃーん、サリシ水族館に行くことにしました。イエーイ、かわいいね。バイバイ。バイバイ。かわいい。見て見て、ペンギンさん。バイバーイ。寝てる。ペンギンさん。寝てるね。ペンギンさん。ちょっと怖い。怖い。
だね。クラゲさん、きれい。似てる。似てる。話し合いな。すごい。ここにもなんかいる。すごい話し合いだ。似てる、この格好で。かわいい。キューピーになってる。ねー、今からホテルに帰ります。取り忘れてましたが、夜ご飯は鍋でした。取り忘れすぎやな。ガイガイなーな。大西。西。大西。にゃ。もうこれ。にゃ。西。ブブ。ブブ。パイタンスープそば。うん。締めのそば。締めのそばがすごい美味しい。すごいお腹ですね。いっぱい食べました。ミンプ。おはようございます。今日帰ります。このパンがお気に入りです。ね。暑いね。暑い？暑い。暑い。バイバイ。空港で最後の沖縄そば。今日はケケがお休みだったので空港まで送ってくれました。記念にプリクラも撮りました。バイバーイ、頑張ってね。バイバーイ。パパ頑張ってね。今から帰ります。バイバーイ。めっちゃ可愛い。